入手したディスクのデータを確認すると、次の目的地がサンジョルジョ・マジョーレ島と分かった。ブチャラティたちはボートでそこへ向かい上陸しようとしていた。ボスからの指令を改めて確認するぞ。最後の指令を伝える。これより君たちが向かうサンジョルジョ・マジョーレ島にある大鐘楼の塔の上に娘を連れてくること。なお護衛は一人のみである。ブチャラティ、彼女の護衛なら僕が志願します。いきなり何言ってんだよてめえ。幹部のブチャラティが連れて行くに決まってんだろうが、このタコ。当然だ、俺が行く。さあ、ブチャラティ、命令通り二人だけで上陸するんだ。私、父親のこと好きになれるかしら。そんなことを心配する親子はいない。そうよね、その通りだわ。そんなこと心配するなんておかしいわよね。あのエレベーターに乗って登場へ行くぞ。トリッシュ、トリッシュがいない。まさかボスが俺たちに護衛の任務をさせたのは自分の娘を自らの手で始末することだったのか。予定が変わった。奴を始末する今。ボスはこの教会の地下にある納骨堂でトリッシュを始末する気だ。やるのはそこしかない。トリッシュだけが倒れている。大丈夫か？しっかりしろ。そのまま帰った方がいい。ブロード・ブチャラ。やはり追跡はバレていたのか。どこだ？どこにいる？娘を連れ去ったらお前は死ぬことに。命はもらった。そのまま帰った方がいい。